んにちは。今回はこの前回、蝶々の編み方を紹介した時に登場した、妖精さん、妖精ちゃんの編み方を紹介したいと思います。この子ですね。背中についているのがこの前に、紹介した蝶々の編み方、蝶々ですね。で、これはあのピンクの糸で同じように編んだものなんですけども、こういう感じでつけていきますが、この蝶々は前回あの紹介した動画があるので、省きます。で、今回はこの妖精さんの人形ですね、編みぐるみ、ちっちゃい手のひらサイズの作り方の、編み方の紹介をします。はい、まず顔の部分から作っていきます。転んじゃった。顔ですね。で、糸は私はこのピッコロさんの毛糸3番を使っています。色番は3番です。2.5 ミリの4号針で編んでいきます。まず、指に2回巻きます。輪から始まる作り目で輪の中にかぎ針を入れて1回引き抜きます。もう一度引き抜きます。ここから、細編みを6個編み入れていきます。6 single crochet in this loop. One, two, three, four, five, six.で、最初の細編みの頭で引き抜いちゃいます。最初スリップスティッチジョイン、ね、スリップスティッチ引き抜きます。それでこの短い糸を引っ張ります。引っ張って反応したこの糸を引っ張ります。グッと。ギュギュで絞っていきます。でこの短い糸を引っ張って中心が絞りました。こんな感じになっています。こうですね。で、また戻して引っ張ります。で、この糸は巻き込んじゃって。で、ここから2段目を編んでいきます。立ち上がりの1目チェーン1で、この根元のここですね、ここに細編みを2つ編み入れます。抜けちゃった。ここですね。2 single crochet in same stitch。 いきますよ。same stitch2個細編みを入れました。 2 single crochet で次の目に行きます。 next stitch 2 single crochet1
1、2個同じ目に入れています。 Same stitch 2 single crochet next stitch 同じように2つ細編みを編み入れます。 Same stitch next stitch 次の目にも同じように入れます。次の目も同じように2つ入れます。最後の目ですね、ここも2つ入れます。なので全部で12目になります。そしたら最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。 Slip stitch to join first single crochet Slip stitch これで2段目ができました。でこれ邪魔なのでこの糸は切っちゃいます。チョキ、はい、で次3段目に行きます。3段目も、立ち上がりの1目チェーン1でこの根元の目に、細編みを2つ入れます。2 single crochet ですよ。1 same stitch 同じ目に2次の目は1つ細編みを入れます。 next stitch 1 single crochet で次の目は2つ入れていきます。 next stitch 2 single crochet 1 same stitch 2次は一つ細編みを入れます。 next stitch 1 single crochet でこれを繰り返していきます。同じようにやっていきます。これで最後の目まで来ました。6目プラスしたので、18目になりました。でここで引き抜き編みをします。 Slip stitch to join これで3段目が完成です。で次4段目いきます。4段目も6目プラスしていきます。立ち上がりの1目チェーン1で根元に1つ細編みを入れます。 1 single crochet で次の目は2つ細編みを入れます。 next stitch 2 single crochet 1 2 same stitch で次は細編みを1つ次の目に入れます。Next stitch, one single crochet. One. Next stitch, one single crochet. Two. 次も細編みを一つ入れます。One single crochet. で次は二つ細編みを入れます。Two single crochet in next stitch. One. Single crochet. Same stitch. Two. 二つ細編みを入れました。次は細編みを1つ
入れます。で次もう一つ入れます。なので最初に細編みを一つ入れて二つ入れて一つ一つ二つ一つ一つという感じですね。One single crochet, two single crochet, one single crochet, one single crochet, two single crochet, one single crochet, one single crochet。繰り返していきます。で最後に細編みを1個 One single crochet。 そうしたら最初の目に細編みに引き抜き編みをします。 Slip stitch to join、ね、これで4段目が完成しました。6個増し目6目増やしたので24目ですね。24目になりました。でここから、3段増し目なしで編んでいきます。チェーン1シングルクロシェ、One single crochet, one single crochet, each stitch all around. はい、最後まで来たので、slip stitch join 引き抜き編みをします。でこれで1,2,3,4,5段目が完成しました。5段目は増し目なしです。で6段目も同じように増し目なしでいきます。One single crochet each stitch around。最後、引き抜き編みをします。 Slip stitch join、okay、でこれで6段目が完成しました。7段目も同じように増し目なしで鎖編み立ち上がりの1目から押してから編んでいきます。 Chain 1 single crochet each stitch round。はい、7段目が最後まで来たので引き抜き編みをしてスリップスティッチジョインつなげます。こんな感じになっています。でここから、8段目で、減らし目をしていきます。引き抜き編みをして、あ、すいません、鎖編み編みをして、編んでいきます。Chain one。 で最初の根元に細編みを一つまず編みます。 Single crochet。 で次の目 Next stitch 針を入れて糸を持ってきて、ここで次の目に行きます。 Next stitchで糸を持ってきて、こう3つかかった状態ですね。それをいっぺんに引き抜きます。全部で次 next stitch one single crochet 細編みを1、次の目に細編みを1つ、 next stitch single crochetね、で次はまた、減らし目をします。1個持ってきて
to next stitch。 もう一回持ってきます。で引っ掛けて全部引き抜きます。 pull through all next stitch single crochet 細編み、次の目で細編み、もう一つ次の目で細編み、 next stitch single crochet、これを繰り返します。引き抜き編みを、減らし目をして細編みを一つずつ二つで、また減らし目をして細編み、減らし目、細編み、減らし目、して最後 last stitch single crochet 細編みをして最初の目に引き抜き編みをします。slip stitch to join ですね。1,2,3,4,5,6,7,8 8段目がこれで終わりました。9段目に行きます。立ち上がりの1目、 chain 1で、まず最初頭から減らし目をします。一回取ってきて、次 next stitch 次の目ですね。辺に抜いたら細編みを一つ single crochet、 次は減らし目 next stitch、で細編み、これの繰り返しです。よいしょ、これで最後に細編みをして引き抜き編み、スリップスティッチでつなげます。これで顔の部分ができましたのでカットして、パッて抜いちゃいます。でここが12目になりましたね。12目で終わります。でここに綿を入れていきます。こんな感じですね。で次回は胴体を作っていきます。顔ですね、こんな感じですね。はい、じゃあね。